ありがとうございます。あ、もうやってみよう。はい。よろしくお願いします。さっちゃん頑張って。さっちゃん頑張って。さっちゃんならできる。できるよね。さっちゃんならできる。できるよ。できる絶対。やりきるよ。さちこはできる子。できるできる。人間の可能性やばいでしょ。ちょ、もう一回やっていい？
私は途中でサウナーの肺にもどうしたのにあれ分かった分かってきた。ちょっとタモさんも分かったっていう感覚をもらうわ。おお。え？ドラムめちゃくちゃむずいもんこれ。上手いよね。和楽器バンドですかみたいなね。いずれこれ生バンドでやってもらうから。お願いします。風に舞うサラサラリサラサラリと次を去った途端のように振り付けっていうものを始めたのが
ね、それがモメットっていう形になってるんですけど、それ本当にその直前のライブ配信でみんな私がダンスのクラスをやることについてどう思うとかって悩み相談をしてる配信が残ってるんですよ、ハッピーエンターテインメントアカウントの方に。超面白くない？面白い。それでねえ、うにょうにょしてたんよ多分もう1年ぐらい、やれないできないみたいな。でその苦肉の策が新しいジャンルをね自分で立ち上げてやっちゃえば比較がないから、もうそれでやろうと思ってモメットって名前が降りてきてやり始めたらこんな感じでさ、もう普通にね、あそこそねムーブっていう呼び方してるけどね、もう作れるようになっちゃって、それがね今回駆使でずっとねこれもやってみたかったことで挑戦だったんですけど、フォーメーションのねこの、あのダンスの振り付けっていうのを今回あのやって、かっこいいよね。さっちゃん天才です。さっちゃんはやっぱり天才です。そこまで22人あの立ってもらって音楽聴いて動いてやってもらって、その場で下ろしたもんね。その場でね、ちょっとずつ下ろしてね。ちょっと待ってって言って曲聴いて、むにゃむにゃって。じゃああの前列の人こう動いてって言って作ったらすごいあのいいのがね作品で、ね、できたので、これのつながりでこの新曲の方もみんなにあのこの舞台のなんかちょっとショーみたいな感じで作品としてねあの作ってみようと。で1年前はやってなかったんですから、まだ、振り付けを知らん、ね、1年前信じられない、歌ってもいなかったんですから、信じられない、やばいやばい、どっちもやってなかったんですよ、すごいわ、やりなかったことだったんですよ、ね、何かだからあのこのね最初からできるさあのタイプでもないし、中の下の下ぐらいからのスタートでこうやってねやってきてるので、あなたも何か扉を開いたら1年後にはなんだかびっくりするようなね場所に立ってたりとか景色が見えたりするので、ぜひ最近のアローネスのね合言葉ですね、とにかくおだてろ、ね、とにかく自分をおだてて、おだてて調子に乗らせてね、マウント取るんじゃなくて人におだてて調子に乗らせて前を進ませてあげる優しさを、身につけるのが人間として生きる上での重要な私はスキルじゃないかと思っております。一番欲しいのはね自分からの評価だから、一番言ってほしいのはねすごいねって言ってもらいたいのは自分だから、他人からもらってもねその穴は埋まりません。ちゃんとできたことによかったね、十分じゃん、もっとできるよ、やってみよう少しずつっていうその精神を忘れないでください。はい、はい、はい、超ラストが5月1日にあります、いきなりライブ、今度また渋谷デュオでやるのでよかったら来てください。これが本当に次の本当のラストですね、5月1日が。